玄服とは、奈良時代以降の日本で成人を示すものとして行われた儀式。通過儀礼の一つである。道場会場は冠、以下では冠の代わりに絵帽子を着用した。中世以降は混同されて絵帽子を用いても果敢と言い,い、近世には絵帽子も省略されて、酒焼きをそれだけで済ませた。元は首、服は着用を表すので、 頭に冠をつけるという意味。果敢とも初冠とも言われる。果敢の人を、エボシオヤ、元服する人を、エボシシと言った。なお、公家の女子の成人式は、模擬と言う。おおよそ数え年で12から16歳の男子が、式において、うじ紙の写前で、大人の服に改め、あげ巻きと呼ばれる子供の髪型を改めて大人の髪を、ゆい、冠親により感をつける。 受けの場合は、烏し親により、烏しをつける。それまでの用名を排して、元服名を新たにつける。その際に、烏し親の返記を受けることが多くなった。元服の儀において、烏しをかぶせる役を、果敢、または、烏し親と呼んだほか、同紙から成人用の紙に縫い直す役を、理髪、紙上げ道具及び切り落とした紙を収納するための、箱を取り扱う役を、だらん。 一で髪を整えるために用いる湯水を入れる器である揺する月を扱う役を揺する月と称した。室町時代以降は民間にも普及した。中世の元服年齢には規定がなく5から6歳から20歳程度まで幅が存在した。一族子その元服年齢に合わせた子族もあった。江戸時代頃からは公家を除き、武家や 庶民の間では原服の時に絵星をつけず、前髪を剃って、酒焼きにすることだけで済ますようになった。江戸時代以降は、女性も原服と称し、結婚と同時に、あるいは未婚でも18から20歳くらいでいた。女性で原服という場合は、地味な着物を着て、日本髪の髪型を丸曲げ、両輪、または先郊外に変え、原服前よりさらに厚化粧になり、 金親によりお歯黒をつけてもらい、引き眉する。お歯黒をつけるが引き眉しない場合は、半元服と呼ばれた。半元服の習慣は現在でも、祇園の舞妓、島原の多遊等一部の花町に残る。浜口聖子、在京大名細川慶長屋の政治史的研究。 ISBN 978から4から 784217328P96 78から97、大見八幡市古国に春を呼ぶ日祭り行授詐欺町一般財団法人地域創造、地域文化資産ポータル、三竹登山鉄道武蔵御嶽神社の原服式、三活乗る、毎日新聞長官2018年2月11日。ありがとうございます。